現在市販されている一般的なマスクと防塵マスク、防護マスクとは一体何が違うのでしょうか。その一つに漏れ込みに対する性能が挙げられます。鼻、頬、顎などとマスクの間にできた隙間から微粒子が入り込む現象を漏れ込みと言います。この微粒子が呼吸とともに口、鼻、気管支へ入り込み健康に影響を与える恐れがあります。煙を使用して漏れ込みの実験を行いました。まず一般的なマスクでの実験映像です。マスクと顔の間にできたわずかな隙間から煙が流れ込んでいく様子が鮮明に捉えられています。これが漏れ込みです。同様の実験を国家検定合格品の防塵マスクで行います。防塵マスクでは煙はマスクのフィルター部分を通過しマスクの周りからの漏れ込みは起こしていません。この実験からマスクによっては漏れ込みを起こす可能性があることがわかります。 3M の防塵マスク、防護マスクは漏れ込みにもしっかりガードしているのです。